トマロベール部長はフランスの軍人である。ビュージョーとも表記される。元フランス領アルジェリア総督、リモージュで生まれる。1804年にナポレオン戦争においてナポレオンコノエレン隊の敵団兵として従軍し、ウルムの戦いやアウステルリッツの戦いに参加する。スペインにおいても軍務につき、オダールでの戦いでイギリス軍部隊を撃退して中佐に昇進し、帰国して、 さらに大佐に昇進する。復興したブルボン朝においては強制的に退役させられた。ベリゴールで農業改革に取り組み、1829年に国会選挙で落選する。しかし翌年のフランス7月革命を機に再び入隊して少々に任官され、同時に県議会議員と国民議会議員を兼任する。1836年に サンメリー外の暴動においては、暴動鎮圧作戦を指揮し、任務を達成するが市民への発砲などによって、国内から批判を浴びることになる。数ヶ月間当時のフランスの植民地アルジェリアに滞在するが、アルジェリアの高級司令部には勤務せず、赴任していた。しかし1839年に、アルジェリア駐留軍総司令官の地位を求めて1840年に、 ルイ・フィリップ王からアルジェリア総督を拝命する。そこでアルジェリアにおけるフランス軍部隊の編成、競技、戦術などを抜本的に変更して現地住民による抵抗を無力化に努め、1847年にはイスリーにおいて抵抗勢力の指導者であったアブド・アルカーディルを降伏させた。この功績が認められてイスリー公爵の地位を得る。しかしながら、 フランス政府と植民地運営において見解が相違したため日本国に召喚された。1848年における2月革命においてはパリ部隊の指揮を取るが部隊行動は行っていない。1849年においてヨーロッパ危機においてはアルプス軍の指揮を取るものの同年にこれらによって死去する。民間した年においてはフランス軍は 大反乱作戦に失敗し、戦力は陣地防御に釘付けにされ、平坦部隊は襲撃され、後方支援がアラブ人によって破壊された。フランス軍による報復攻撃でも敵は正面攻撃を回避して、側面攻撃、落語者の襲撃で疲弊させた。部長は部隊を大反乱作戦のために再編し、従来の要塞構築ではなく、石膏部隊と、 情報収集が重要だと考え方を転換した。そして数百名から数千名の兵員からなる、軽装部隊を編成して地方に派遣され、作戦においてはあらかじめ選定した目標に一気に、部隊を集中する行動を行った。また、部隊の士気を向上させるために病気が横行する、病院施設を整備し、衛生状態を改善した。 さらに荷重の重装備を軽量化して機動力を高め大規模だった人形を小型化して相互支援できるように射撃正面を重ねた。部長はアラブの生活基盤を破壊することによって彼らを降伏させた。そして襲撃は古来からアフリカで戦利品を獲得するために行われてきた大きな音声で敵を圧倒する襲撃の手法であったが 部長はこの穀物の焼却や障害物の破壊を近代的な戦闘競技にまで発展させた。部長はアルジェリア各地でラジアを焦土作戦として実施し、移動性民族たちの生活基盤を徹底的かつ全面的に破壊した。これは部隊の残忍性が大いに増大されることになり、1845年6月にエマブル・ペリシエ大佐が、 シェリフ地方海岸地帯に位置するダーラの洞窟にアラブ人集団を罠で捕獲した時には最悪であった。交渉の後にペリシエ大佐は洞窟に閉じ込めた上で洞窟の入り口で火を焚いて男女500人のアラブ人が窒息死した。この行為が上院で報告されるとフランスでは抗議が紛失した。部長はしかしながらペリシエを賛美して 同様の行為が行われることを示唆した。同年8月に、サンタルの大佐は洞窟に逃げ込んだ、アラブ人を生き埋めにし、その後の2年間も大量虐殺は続いた。アルジェリア征服が完了した後に一部の将校は、フランス人移民の人種差別的行為を防止するために、軍隊は働いていると考えるようになるが、アラブ人大衆の敵意と不信感は増大した。ゆえに、 アラブ人の間でイスラームの信仰が復活し始めた際にも結束を強める恐れがあるとしてこれを警戒した。また部長の成果はフランス国内の反発を生んでしまいフランス兵の価値観を歪めてアフリカに秩序をもたらすというフランスの主張との乖離を生じさせた。1846年にアレクシス・ドトクビルはアルジェリアの軍当局の過剰な殺戮行為に衝撃を 受けて批判し、これは、フランス国内に19世紀末のドレフィス事件と重なって、反軍活動を活性化させた。さらにアルジェリア中流フランス軍とフランスの関係は、疎遠なものとなり、フランスのために命を懸けて戦っていると信じている。軍人たちは自分たちが誤解されて理解されている。 または無知にもかかわらず批判されていることによって、後々までフランスの社軍関係に影響を残した。その後、マダガスカル総督を務めたジョゼフ・ガリエニや、モロッコ総督であった両手によって継承され発展し、アルジェリア戦争において、ジャック・マシュによる荒烈な反乱鎮圧戦術に昇華された。ありがとうございます。